にちは、辻です。この動画を収録しているのは令和2年の8月17日、お盆も終わってお子さんによってはもう小学校が始まったという子もいると思います。あるいはあと1週間ぐらいで夏休みが終わるというお子さんもたくさんいるんじゃないでしょうか。この令和2年の夏、いろんな意味で特殊な夏ですよね。なんですが、今日は、お話のテーマは秋に実る学習を今から始めようということです。さあ、夏休み前半は学校もあるし夏期講習もある。そしてここから8月末までやっぱり学校に行きながら夏期講習の最後を受けるというお子さんも多いと思います。そんな状況の中でテストがありますよね。一の県だと夏期講習の途中途中に1回2回テストがあったと思います。サピックスはこの8月月末ですよね。いずれにしても夏の成果が試されるとみんなが思っているテストがあります。でここで結果が出ればいいんですけども、出なかったらやっぱり意気消沈しますよね。せっかく夏頑張ってあんなに勉強したのに成果が出ない、つまり夏の勉強が無駄になったんじゃないかっていうふうにモチベーションが下がってしまいがちですが、もし成果が出なかったとしてもここは一つ考え方をですね、この8月末あるいは夏期講習中のテストに全部出るとは限らないというふうに、まず一つ考えを持つようにしましょう。そして9月、10月、秋に結果が出るように勉強の仕方を見直すように考えていけばいいですよね。ただ6年生は受験が近いです。この夏の結果が出ていないのが勉強の仕方に問題があるのであれば、早く手を打った方がいいですよね。ですから6年生の場合は例えば専門の方にテストを分析してもらって個別指導とか家庭教師を一時期つける、こんなことも検討してみてもいいかもしれません。まずスタートは夏に行われるテスト、これの先ほど申し上げた通り分析です。分析というのはどの単元のどのような問題をどんなミスで間違っているのか、何ができてて何ができてないのか、まあ単元細かくですよね。細かくどの分野とか大雑把な部分じゃなくて、例えば溶解度、物の解け方の計算で計算間違いが多い、あるいは計算間違いは少ないんだけども解けない、苦手としているパターンがある、こういったふうな分析です。これはご家庭でもできますが、プロに任せるとより正確にできると思います。そうやってテストの分析をして、じゃあ勉強の仕方が少し直さなくちゃいけないところがあるのか、計算力をつけなければいけないのか、計算力についてはまた別の動画でもお話ししますが、計算の力そのものという場合もあるし、計算するときのモチベーションとかマインドセット、これによって、まあ、要は簡単に言うと、いやいや計算してるから間違う、間違うからまた嫌になっていやいや計算をする、こういう悪循環ですよねが起こっているのか、こういった分析をして、ぜひ9月10月に結果につながる勉強を、今この夏の勉強を振り返りながら考えていけるといいですね。さあ、なかなか9月10月学校行事、例年だと運動会とかいろんな学校行事があって体力を奪われやすいんですけども、今年の場合は夏休みが早く終わって早く学校が始まることによって体力も奪われます。特殊なことがたくさんある夏ですけども、ぜひ秋に勉強の成果をつなげていきましょう。